はい、どうも皆さん、こんにちは。ゆずこです。それでは今回なんですけども、Visa LINE Pay クレジットカード、順次申し込み開始、LINE Pay で生活応援クーポンが配布中ということで、今回は LINE Pay の話題ですね。LINE Pay のお得なクーポンですとか、先日ですね、少しあの動画でもお伝えしたビザ、Visa LINE Pay クレジットカードについて、大きく2つですね、分けてお伝えをしていこうと思います。それでは行ってみましょう ということでまずはこちらから LINEPE のクーポンについてですね、生活応援クーポンプレゼント、コンビニスーパードラックスなどで使えるお得なクーポンを皆様にということで、もうこの通知自体はですね、結構もうすでに来てるんじゃないかなという方はいらっしゃるのかなと思います。そしてキャンペーンの期間なんですけども、2020年4月の16日木曜日から4月の30日木曜日までとなっております。もうすでにこのキャンペーンはスタートしておりますね。 この LINEPay のクーポンなんですが、対象の44加盟店で使えるクーポン合計2枚プレゼントということで、下にも書いてるんですけども、クーポンはグループ A から1枚、グループ B から1枚の合計2枚ダウンロード可能ですと。そしてダウンロードはキャンセルできません。これはご注意ください。そして今回のクーポンなんですが、まず先ほどお伝えしたグループ A ですね。このグループ A、主にコンビニ、飲食店、ドラッグストアで100円オフのクーポンか10%オフのクーポン、これどちらか選ぶことができます。加盟店舗に関しましてはご覧ください。 の通りですねセイコンマート、デイリー、ヤマザキですとか、あとはファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、飲食店であれば、くら寿司、スシロスキヤとか、松屋、吉野屋とかですね、そしてドラッグスターの方も結構入っております、ウェルシアグループですとか、ツルハドラッグ、ここからファインですとか、サンドラッグ、V ドラッグとか、あとは松本清などということですね。次にこちら、グループ B のクーポンですね。 じゃスーパーですとか、百貨店、商業施設、家電などということで、こちらは100円、もしくは200円オフのクーポンを選ぶことができる、もしくは10%オフのクーポンを選ぶことができるということですね。 そして、亀店舗に関しては、こちら、主に見ていただくと分かるように、家電量販店が目立ちますね。ケース電気、100万ボルト、上信、ビッグカメラ、山田電機そして、ちょっとしたスーパーですと、サミットですとか、ミスターマックス、あとは、ゲオですとか、カメラの北村、釣り具のポイント、トイザラスですとか、ブックオフ、ライトオンとかですね。まあまあ、まあ、いろんなジャンルが入ってるということですね。そして、残りの情報なんですけども、 先ほどお伝えしたように、このクーポンなんですが、ダウンロード後はキャンセル不可となっておりますので、一覧で選ぶことができるんですが、あこれダウンロードしてやっぱやめたっていうのができないので、まあ、あの、先にお伝えしておくと、慎重にダウンロードすることをお勧めします。で、このクーポンの上限なんですが、これ結構大きいですよね。10%オフのクーポンに関しては割引上限が5000円までとなっております。 で、なので、まあ、5万円までのお買い物であれば、まあ、使うことができるので、結構大きなお買い物をする場合は、これ選ぶのは全然いいと思います。なので、まあ、それを踏まえた上で、まあ、高額商品に関して、まあ、5万円までなんですけども、それであれば10、10%オフのクーポンを選ぶと。で、小額決済の場合、もうコンビニとかでもうちょっとした買い物しかしないよということであれば、100円オフのクーポンであったりとか、200円オフのクーポンを選ぶのも全然ありなんじゃないかなと思います。で、僕ですね、早速クーポンダウンロードしてきました。今回は、ミスターマックス、そして松本清 二つのクーポンをダウンロードしました。まあ、特にですね、僕自身が何か大きなお買い物をするというような予定がなかったので、まあ、普通にドラッグスタでお買い物すると、そしてミスターマックスでもちょっとお買い物するので、まあ、これぐらいで僕はちょうどいいかなと思います。でもしですね、ミスターマックス行かれる方は、こちら左側に出てる専用のアプリがあるので、これをダウンロードすることをお勧めします。もしですね、このアプリ入れていただくと、 初回ダウンロードしていただくと、200円オフと、今200円オフが出てるんですが、それ以外の初回ダウンロードの特定のクーポンがもらえたりですとか、あとは毎月抽選で500円オフとかのクーポンがもらえたりするので、もしですね、ミスターマックス利用される方は公式のアプリ入れていただくのがおすすめですね。あと、松本清志なんですけども、まあこれはね、結構ご存知の方多いと思うんですが、松本清志専用のアプリがあるので、まずそれをインストールしていただきます。で、ここで D ポイントカードと紐付けることもできますし、それに踏まえてですね、まあちょっと今ここに画面のちょっと と上の方に出てるんですけども、1日ですね、2回までルーレットを回すことができます。で、そのルーレットクーポンを回すことによって、食材が5%オフになったりですとか、ちょっとしたお得なクーポンをもらうことができるので、これはもうほ、ぜひ入れていただくことをお勧めします。なので、今回の l i n e p a y のクーポンをもちろんダウンロードしていただくのもいいんですが、そのお店の公式アプリがあるかっていうのをですね、事前に見ていただくのもいいですし、よく利用してるお店のアプリがあれば、それをうまく使うのもいいのかなと。 思います以上がペイの生活応援クーポンについてでででしたそれでは次ですねじゃんということで、ビザ東京2020オリンピック限定ビザラインペイカードということで、以前ですね、僕の方でも動画にさせていただきました、ビザラインペイクレジットカードについてですね。 次はこの話題からお伝えをしていこうと思うんですけども、このカードなんですが、すでにですね、もう申し込みが順次スタートしております。まあ以前ですね、LINE でお知らせがありまして、事前申し込み受付の申し込みみたいなものがあって、まあそれに申し込んだ方は、今ですね、すでに申し込みの順次スタートしているような感じとなっております。この l i n e p イビザクレジットカードについてのおされを簡単にだけしたいと思うんですけども、まず LINE ポイントが3%還元。これ1年間ということで、2020年4月30日までなんと3%還元で、 クレジットカードを使うことができますやっぱ、最大の魅力っていうのは、まずこれかなと思いますね。まぁ、あ、ちょっと1年間っていうのはあるんですけども、本当にここも普通のクレジットカードを使ってるのはずーっと3%還元、なおかつ上限がないので、ここはまずまず魅力的ですよね。そしてここもさらに魅力的です。年会費が無料で、通常は1250円税別かかるんですけども、2年目以降も、ただとりあえずこの LINEPay、VISA、クレジットカードを1回利用することによって年会費がなんと無料になるんですよね。なので、ここもかなりハードルが低いので、 長く持つにははちょうどいいいカードななのかなと僕は思いますそして、もう最近のね、クレジットカードトレンドでもある、クレジットカード以外も搭載されている、このビザのタッチ決済が搭載されているということですので、まあ本当にね、今こういった、世の中こういった状況なので、何かに触れることっていうのはね、うんってなるような状況あると思うんですけども、それがね、タッチ決済で解消できればかなり便利なんじゃないかなと思います。あとは、このクレジットカードを利用した際に、LINE を通じて通知があるということですので、何かこう、不正とかがあった場合でも、自分の 会員に通知が来るので、これは一つ安心につながると。ただこの今回のクレジットカードに関してたブランドはビザ。 となりますあとはこの発行元発行会社に関しては三井住友カードからの発行となります以上が簡単なおさらいについてでしたで先ほどもちょっとお伝えしたんですけどももともと公式ページには今出てるように4月下旬から順次お申し込み受付開始ということだったんですがだいたい4月の15ぐらいですかね僕もちょっとツイッターからちらほら見て,た,見てたんですけどもすでに結構もう通知が来て申し込みがもう半ばぐらいからスタートしてる人がいますでそれが先ほどお伝えした 事前前申申し込み受付の申し込込みみみ受付ののたいなもの以前で、すすね何ヶ月かか前にっっった人からまままず始ててるようなな状況となってますで僕も先ほど言ったような、この通知がもう来ておりまして、その申し込みを行ってたので、早速ですね、僕もこの、ビザラインペイクレジットカードも早速申し込んでみました。そして実際の画面開くと、ビザラインペイクレジットカードということで、このような画面から下のクレジットカードを申し込みからスタートしまして、で、カード発行の流れも出てきました。ステップ1が申し込み内容のまず入力をして、支払い 口座ステップ2で支払い口座の設定、ステップ3で入会審査カード発行でステップ4でご自宅にカードが到着というような流れになります。でこれ同意の上入力画面進むとでもろもろの入力が終わってこれがオンライン講座の振替設定まで僕は完了してそして5番のところですね手続き完了お手続きありがとうございますということでここから審査が始まります。 そしてなんとですね、ちょっと数時間後したらメールが来たんですよ。それがこちらなんですけども、じゃんということで、ビザラインペイカードご入会審査結果のお知らせということで、こうこ見ていただきたいんですが、この度は弊社クレジットカードをお申し込みいただきありがとうございます。カードは本日より2週間以内に簡易書き留め郵便にでお届けいたしますということでしたので、なんとですね、もう審査がめちゃくちゃほんと2時間ぐらいもかからず、もう審査できて、通っちゃったんですよね。<laughs> 何早く通るのかと思わなくて、僕もすごいびっくりしたんですけども、めちゃくちゃ嬉しいです。で、なんでですね、こんなにちょっと早かったのかと言いますと、このオンライン講座、まあ、先ほど振り返り講座の設定のところで、僕が三井住友銀行を設定したということが、まあ、結構大きいのかなと思います。 なので、もしですね、別の銀行口座を設定した場合は、本人確認書類でまず1週間届くと。なので、自宅にまず書類が届いて、そこで書類を書いて返送して、あとカード発行まで踏まえて、大体二三2、3週間後かかると。本当にね、もし三井住友銀行を持たれている方の場合は、これ設定した方が、 早くなるのかなと思います。ちょっとですね、ここ詳しくまだ全然調べてないので、多分こうなのかなと思います。もし詳しい方いらっしゃいましたらぜひコメントください。今回僕は県面をですね、色はレッドにしました。東京2020オリンピックのモデルでですね、本当はちょっと県面はですね、LINE のカラーのグリーンが良かったなと思ったんですけども、多分申し込みの時期がもうちょっと後だったのかなと思うので、まあね、本当に好奇心の方が勝ってしまったので、今回この赤を使って、ビザ LINE ペクレジットカードをですね、 うまく使っていこうかなと思っております。まあ、そんなこんなで今回は l i n e p の生活応援クーポンと、プラス、ビザ l i n e p クレジットカードの話題について2つですね、お伝えをさせていただきました。皆さん、あの、クーポン何選びましたかね僕は普通にお買い物するためにですね、あまりちょっと面白みがないって言ったら言い方変かもしれないんですけども、松木夫と Mr.Max のクーポンを選びました。で、本当にね、このクレジットカード届くのってめちゃくちゃ楽しみなので、届き次第ですね、またその都度また動画にしていこうかなと思います。一応今回お伝えした l i n e p のクーポンについての 公式のリンクとそしてビザラインペク,クレジットカードについての公式のリンクも下の概要欄に貼っていますので詳細気になる方はぜひチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました 今日ですね、ちょっとツイッターでもつぶやいたんですけども、僕、この先ほどお伝えした Visa ンペ n ク,クレジットカードを申し込む前に、D カード、ドコモが提供した D カードの D カードゴールドを実際に申し込んだんですよね。で、その申し込んだ理由っていうのが結構得点が大きいのと、プラスポイントサイトのポイントがかなり大きかったので、結構待ち遠しいというか待ってたんですけども、なかなかちょっと審査結果が来なくてドキドキしてたんですが、本日自宅のポストを見たらですね、こんな郵便が入っていまして、まあ、実際にちょっとこの書面ちょっと とととーーカドードゴールドをお申し込み結果のご案内ということでちょっと真ん中の方にあるんですけども、今回のお申し込みについて、弊社にて総合的に判断した結果、誠に恐縮ながら、カード箱をお見送りさせていただくこととなりました。ということで、なんと見事に落ちちゃったんですよね <laughs>。本当に。まあこれまでね、本当に僕も、まあ僕のチャンネルでは、ヤフーカードであったりとか、三井住友カード、ちょっとまだ動画にはしてないんですけど、とあるクレジットカードも作りまして、で、今回のビザラインペク,クレジットカードなど通ったんですけども、 もちょっと D カードゴールドについてはねまだあの今回うまくいかなかったということになりましたまあちょっと理由はちょっと謎なところではあるんですけどもやっぱこう短期間で申し込むのがあまり良くないとかまあいろいろあると思うんですがぜひですねこの動画を見てくださってる視聴者さんは僕みたいにならないようにですねまあないと思うんですけども慎重にクレジットカードを作るときは作るのが一番いいのかなと思いますということでありがとうございました